本日は束縛しない愛のしるしという題で平田健志郎さんにお話ししていただきます。えっと普段はえー、っは大学生をやっています。で本当は東京の大学に通っているんですけれども。 このコロナの、えー、と影響で、えーと、地元の名古屋の方に今、えー、と住んでいます。で、えーと、今日もそちらから配信させていただいています。えー、今日は束縛しない愛の印ということで、えー、皆さんと一緒に、えー、1時間ほど、えー、と考えていきたいなと思いますので、えー、よろしくお願いします。スライドはちゃんと映ってますかね大丈夫ですかね <laughs> えー。 と今日のタイトルは束縛しない愛の印ですえ皆さんは、えっと、不意にこう真実を知った時、まあ、正しいことを言われた時とかにこう、まあ、気づかないふりをしたりあとはもう自分の頑固さから、まあ、そのまま通り過ぎて通常の生活を送ったりすることがあるかもしれません。 皆さんありますでしょうかそういうこと。今日は私たちはそうでないようにしましょう。なぜなら今夜ここで神様が語られる素晴らしい真実にあなたが出会うからです。それはずっと前から存在していたものであるんですけれども忘れ去られていたものでもあります。今日その真実に出くわすときにそれをしっかり心に留めて。 信じ従っていいきたいなと思いますなぜならイエス様は聖書の中で真理が私たちを自由にするとおっしゃっているからです。今日は束縛の,愛の,印あ束縛のない束縛しない愛の印とは一体何なのかということを一緒に学んでいきたいと思います。 えー、聖書書に覚えよという言葉があ書かれてありますそれはとてもあのパワフルな言葉ですけれども、えー、私が人の名前をこうまっ、あ、すぐ忘れてしまうんですけれども、えーまあ、そのように人間は忘れやすい性質を持っています、えー、私たちが自分の起源を忘れて、えー、人生の目的や宿命を忘れてしまってアイデンティティ、えー、自分が何者なのかっていうことを分からない可能性があることを わからなくなってしまうという可能性があることを神様はご存知でしたそこで神様は私たちにこの世界と人類を創造なされた時から私たちに毎週毎週思い出せるようにと特別な印を与えてくださいましたそれは神様にとって私たち人類が特別であるということを思い出させるための印で神,は神様は創造主であり 私たちの人生に目的とご計画を与えてくださっていることを理解させるための印です。では、この印とは一体何なのでしょうか誰のために与えられているのでしょうか、えー、創世記一章を見てみると、えー、神様がこの世を創造した過程を読むことができます。<laughs> まあ開ける人はあ開いて、えー、ください。これから創世記もたくさん開きますので。 1> 第1日目に神様は光あれとおっしゃいました。でそして光が現れましたね。えー、その次に「えー、よし」とされました。そして次に神,は神様は水をお分けになり、チトリクが現れ、えー、それに名前をつけ、えー、美しい花や木で陸を追い、えー、そして木には果実を鳴らせ、海や空の生き物を創造なさいました。そして何度も何度も「よし」とされたわけですよね。 神様の作られたものはすべて素晴らしいものでした。想像は神様の善良さの表れで神様の栄光を表しています。動物を作るこの時点までは神,の神様の言葉によるものでした。 神様がこの地上におられた時心からあふれることを口から語るものであると語りましたけれどもまさに創造の見技というものは神様の心を反映する言葉によって行われたため素晴らしいものなのです6日目には想像を終えて神様はご自分の手を使って6日目に最後ご自身神ご自身の姿をかたどって人間をお作りになりました 言葉でははなく手をを使いい人間を作られたことというのには意味があります神様は私たちに植物や動物鳥や魚と人類は同じだという進化論とは違い全く違うメッセージを伝えたかったんですね私たち人間は特別で他の創造物を管理するものであり神の形にかたどられたということを伝えたかったのです えー、聖句を、えー、と開きますけれども、えー、今日はたくさんの聖句を開きますので、えー、皆さんメモを取ったり、えー、っとそれでまとめたりしてはいかがでしょうか「死、えー、なる神は土の塵で人を作り、えー、命の息をその花に吹き入れられたそこで人は生きたものとなった」 えと、えー、印してありますその後神様はアダムのためにイブを作り、えー、男と女が祝福され一つとなりました、えー、また神様は人を神の形にかたどって想像した後、うん、その記念として特別な印を設けました創造の記念日として設けられた一、うん、つの印に注目してみましょう、えー、創世紀の2章の1節から3節ご覧ください、えー、少し長いですけれども こうして天と地、その万象とが完成した。神は第7日にその作業を終えられた。すなわち、そのすべての作業を終わって第7日目に、第7日に休まれた。神はその第7日を祝福して、これを性別された。神はこの日にそのすべての創造の技を終えて休まれたからである。この聖句によると、えー、神様が6日間にすべての創造を終えられたということがわかります、えー。世界創造の6日間の あ6日目の技はアダムとイブ、人を創造するということで終了しました。そして神様は7日目に記念日を設け、特別に3つのことをその記念日に行われました。えー、神様は7日目を祝福したとありますけれども、これは創造の他の日には見られない行為となっています。これが1つ目の行為、えー、祝福したということです。また、えー 神様はこの日にそのすべての想像の技を終えて休まれたと、聖書にありますけれども、これは神様がまあ疲れたから休んだということじゃなくて、えー、想像を終,わら終わられた満足感から休まれたということです。神様がお休みになったこと、これが2つ目の行為になります。えー、祝福とお休み。 えー、も,うもう3つ目ですけれども、えー、神様は7日目を性別されましたこれはとても、えー、性別ということは今回の、えー、お話にとても重要な部分ですけれども、えー、神聖なものとしてこの7日目というものを区別他の人は区別されました、えー、そしてこの聖なる日に、えー、聖なる時間を過ごすというとても重要な日となりました、えーまあ、少し質問があるんですけれども 神様は7日目の安息日を一部の人のために作ったんでしょうか例えばアダムとエヴァのためだけみたいな感じで作ったのでしょうかそうではないんですよね。神様はそれを一部の人ではなくて、私たちみんな、これを聞いてくださっているみんなもそうですし、聞いていないみんな、人類すべての人のために作られたということになります。なので、イエス様、マルコ。 の福音書二章の二十七節でこのように言っています。安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるものではないと、えー、書いてありますね。まあ、言い換えると、神様は愛情たっぷりの贈り物として、すべての人々を祝福するために安息日をお作りになられました。なぜ神様はこの世界の初めに安息日というもの、安息日というものを作られたのでしょうか。まあ、その一つの印というのがこの安息日なんですけれども。 えー、神様は人間が7日間休まず死ぬまで働き続けちゃうってことを、えー、知っていたんですよね。特に日本人というのはあのもう働き詰めで過労死というものがありますからもう,もう多分7日目の安息日を、えー、と知らない方々も大変な毎日を送っていると思います。 人の体の作りはこう休息を必要としますけれどもこう皆さん聞いている人の中で、えー、と生活の中で休みが必要だストレスを感じていてこう少なくしたいなって思う人はいるんじゃないかなと思います安息日っていうものは世界の始まりの時から全ての人々への神様からの愛の贈り物です毎週7日目は聖なる日で世の中のあらゆることから離れて神様や神の家族と絆を深め休息を取る日なのです イエス様と過ごすゆったたりととした時間とても、えー、素晴らしいものですね、えー、さて、えー、なぜ神様は安息日を特別な場所としてではなく時間として設定されたのでしょうかまあなんかえっ、ー、と疑問に思った人はいるのかなと思いますけれどもこれはえっ、ー、と 神様が特別なもし場所を用意したとしたらどうでしょうかねお金持ちな人とか健康な人しかその場所に行って礼拝することってできないですよね、えー、貧乏な人とか例えば健康でない人たちにはこうチャンスがありませんそれに比べて一日は24時間誰にでも与えられているものですので、えー、お金持ちの人もそうでない人も平等に与えられているものですなので神様は時間として安息日を設定されたわけです 神様は神様にかたどって作られたことを人間が忘れないためにこの特別な日を作られました神様自身の指で石に刻んだ十回の掟きての言葉覚えよという言葉はこの特別な日すなわち印のことで神様との特別な関係を象徴し心に留めよと促すものですでは十回の第4条を見てみましょう実際に安息日のことについて書いてある場所です ステージ行時の第20章の、えー、8節から11節、えー。どんどん進んでいっちゃいますので、えー、メモもしくは、まあ、まあ、写真、まあ、スクリーンショットとかも撮れるのかな。えー、まあ、記憶しておいてください。では読みますね。安息日を覚えてこれを生とせよ。メーカーの間働いてあなたの全ての技をせよ。7日目はあなたの神、主の安息であるから何の技をもしてはならない。 あなたもあなたの息子、娘、下べ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して生徒されたとあります。この聖句によると、神様はただの第7日目としてではなく、創造の記念日である安息日に重点を置いています。 なぜでしょうか。それは神あ安息日がこの世界の創造された時から存在するからです。そして創世紀2章で記述されているのと同様に神様は3つのポイント、えー、その日を祝福し、えー、生徒し休むことを再度お示しになりました。神様はこの聖なる時間を特別な印として10回の中に書き入れたわけです。10の意見とか10の推奨とかではないんですよね。10の戒めとしてです。 最初にもも言いましたけれども覚えておきなさいということで神様は人間が自分の行いによって天国に入るよう努力しすぎてしまう本能をご存知でしたなので人に休息を取るように命じたわけです神様は6日間働いて特別な休息の日である7日目は神様と時間を過ごし休みなさいとおっしゃっています 10回の中で神様が特別に覚えてとおっしゃって始まるのはこの安息日だけなんですね。えー、しかし、えーと、残念なことに多くのクリスチャンの方は、えー、これを忘れてしまっているんですね。この第4条の戒めに覚えておきなさいと書いてあるにもかかわらずおろそかになってしまっている場合が多いです。えー、では10回の起きての中で1つの立法が他の立法よりも重要になることってあるんでしょうか これはあの答えはもう先に言っちゃうんですけどないですね全て重要です、えー。新約聖書のヤコブの手紙2章10節にはこう書いてあります。なぜなら立法をことごとく守ったとしてもその1つの点にでも落ち度があれば全体を犯したことになるからである、えー、この聖句の文脈を考えてみる時ここでいう立法は10回のことを指しています。 10回のうち1つの戒め以外の9つを守ったとしてもその全体を、えー、と犯したこと、まあ、破ったことになるわけですね全ての立法は一つ一つが重要で関連性があって神様から人に与えられた特別な祝福ですそして神様は人間が忘れやすいことを知っていてこれを覚えていなさいとおっしゃいました最後の時代において神様はこのように えー、ヨハネの黙示録を与えて、えー、神様を礼拝し特別な印である安息日を守るように呼びかけています、えー、ヨハネの黙示録14章7節にはこう書いてあります大声で言った神を恐れ神に栄光を着せよ神の裁きの時が来たからである天と地と海と水の源を作られたかとを不思がめとあります、えー、皆さんこの聖句で天使が、えー、全地を創造された 神様を礼拝しなさいと言っている箇所はまさに10回の第4条からの引用となっています。ヨハネの目視録は全部で404の聖句があるそうですけれども、その274箇所、もうほとんどです、ね、の、えー、聖句が、えー、旧約聖書から引用されています。その中でも旧約聖書から最も影響を受けて、えー、構造的にしっかり書かれている聖句が今先ほど読んだ聖句、えー、目視録14章7節で、 神様を拝むことと安息日を覚えることが一つのなって世界への呼びかけとなっていますえちなみになんですけど黙示録の著,書である著者であるヨハネは何曜日にこのメッセージを受け取ったかご存知でしょうか黙示録の意章を見ると分かりますけれども私は主の日に見たを感じたそして私の後ろの方でラッパのような大きな声がするのを聞いたとあります主の日 ここで「主の「日と書いてありますけれども、これが安息日ということになります。えー、イエス様はマダイによる福音書の12章8節で人の子は安息日の主であると言っておられますよね。えー、それはなぜ強調するかというと、安息日はイエス様が主であることを私たちに教えているからです。はい、えー。旧約聖書において、 安息日というものはずっと神様と人との、えー、特別な印でした。神様の民はいつも安息日を守っていました。例えば、えー、聖書で信仰の父と記述されているアブラハムは戒めを守っていました。そしてアブラハムからその素晴らしい安息日の真実を子孫へ、えー、まあ、すなわちイスラエル全体へと伝えていったわけですね。えー、しかし、イスラエルの民がエジプトの奴隷だったとき、 は、えー、7日間毎日、えー、ぶっ続けで働かされたそうです、えー。休みなどありませんでした。なので長い間こう働き続けているとこう不思議なことに曜日感覚がなくなってしまうんですよね。えー、しかしイスラエルの民が安息日を忘れてしまってもまた守れない状態にあったとしても神様はこのイスラエルの人を忘れることなく見捨てることなく、えー、っと気にかけていてくださいました。神様はイスラエルの民の両親に 神様との時間を過ごし、礼拝を重んじるように訴えかけエ、エジプトの束縛から解放してくれるもの、モーセですね、を送ったんですね、えー。神様はイスラエルの民があるのでさまよっている途中、彼らに再度、週のサイクル、まあ、すなわち安息日を設定されました、えー。10回は皆さんご存知だと思いますけど、10回だけではなくて、それをなされる前に、 マナーを降らせた奇跡を、えー、皆さん知っているでしょうか、えー。天から降らせました。ス、え、テー出エジプト記の16章、えー、開いてください。出エジプト記の16章の26節から30節です。えー、この章を読むと、シナイ山で安息日についての戒めが石板に書かれている前に書かれる前に、神様がどのように週のサイクルを再度設定なさったかが明確に、えー、記されています。 イスラエルの民がエジプトを離れて約束の地へ向かう途中アラノで空腹を感じたところですアラノには食べるものがないのでそこで神様は神の下目であるモーセに天のパンであるマナを降らせようと伝えましたまたそうすることで、えー、そのイスラエルの民の信仰と従順さを試そうとなさったんですね。エ,エジプト記の16章26節から30節お読みします 6日の間はそれを集めなければならない。7日目は安息日であるからその日は、その日にはないであろう。ところが民のうちには7日目に出て集めようとしたものがあったが、取られなかった。そこで主はモーセに言われた。あなた方はいつまで私の戒めと立法とを守ることを拒むのか。によ、主はあなた方に安息日を与えられた。ゆえに6日目には2日分のパンをあなた方に賜るのである。 各々そのところにとどまり、7日目にはそのところから出てはならない。こうして民は7日目に休んだ。えー、何が書いてあるかというと、モーセは安息民にマナーはないって民に伝えたんですけれども、それを守らなかった民がいたんですね。えー、そのために神様が彼らにいつまで私の戒めと立法を守ることを拒むのかと言われて、その後ついにイスラエルの民は7日目に休んだって書いてあるわけですね。 まあこのお話に出てくるイスラエルの民はお腹が空いています。神様はマナを天から降らせること、6日目には毎朝マナが用意されて集めることができること、日々必要なものを与えることを約束しました。えー、イスラエルの民の中には次の日の朝、早起きしなくてもいいように次の日の分をまとめて取っておこうとした、えー、怠け者もいたんですけれども、しかし次の日、 ように取っておいたマナは溶けてしまうか虫に食べられていて食べられる状態ではなかったわけですね。えー、なのでマナを食べたければ毎朝しっかり起きて取りに行かなければなりませんでした。まあ、ここで一つ学べるのは毎日こう神様にえと頼るという大事さというものが表れているんじゃないかなと思います。えー、神様は5日の間毎日マナを振らせます。 で、えー、聖書のでで準備の日と呼ばれている6日目だけ、いつもの倍の量、マナを降らせたわけですね。安息日のために。そのいつもより倍多いマナは7日目の安息日のために保存した。なぜなら、7日目は神様と過ごす大事な日、えー、休息の日、安息日であって日常、日常で使う物理的な必需品の心配をする必要が、えー、ないため、マナは降ってきませんでした。 神様はイスラエルの人があれのにいる間の毎週毎週40年間もマナを与え続けたわけなんですけれどもここで数えてほしいのがこの奇跡の数なんですよね毎週3つの奇跡って書いてありますけれども1つ目の奇跡はマナを天から降らせたこと2つ目は6日目だけ倍の量のマナが与えられたことそして3つ目は2倍の量 のマナを7日目まで取っておけた、すなわち保存できたということですね、の3つですね。で、1年間52週あるとして、それが40年間続いたわけですから、もう早い人はもう計算できるかなと思うんですけど、6240回。えー、週のサイクルを再設定するために、6240回の奇跡が行われた。で、しかもこれ3つの奇跡って書いてありますけど、毎日毎日マナーを与え続けられたって書いてありますから、もうこれ3つ以上ですよね、7回とか以上ですね。 っっっっって言ったらもうもっともっといっぱいぱの奇跡になります神様がこれほどの奇跡をこの安息日っていうのに焦点を当てて行われたんですよね。それほど神様は人間に休息と神様に信頼することっていうこと、すなわち安息日を守ることがどれだけ大切かということを教えになりたかったのではないでしょうか。神様は私たちが 神様を頼り従いさえすれば生活に必要なすべての糧を与えるということを伝えたかったんですね。安息日は人と神様との信頼関係を表すもので、人が神様に従いさえすれば神様の守りと祝福が与えられるという特別な印です。<laughs> 神様を第一にし生活さえすればすべて必要なものは与えられます。私を尊ぶ者は私を尊び、私を癒しめる者は可能であろう。 主に従うことを恐れてはならないと聖書に書いてありますけれども主に従うことでいろいろな犠牲を払わなければいけないかもしれません仕事を辞めなければならないかもしれない変な人だと思われるかもしれないでも主に従えば必ず神様が守ってくださいます私もそのことをにとても感謝しています皆さんはどうでしょうか安息日が特別な印 天地創造や神様が私たちを大切に思い必要なものを与えてくださるということだけではなく神様は私たちを救い、性別なさる日だということにも注目しましょう。エゼケール書の20章の12節、えー、お読みしますね。私はまた彼らに安息日を与えて私と彼らとの間の印としたこれは主なる私が彼らを性別したことを彼らに知らせるためである。安息日は主なる神様が 私たちを性別してくださる印だと、聖子は述べています。性別するとは、聖なるものとして区別するということです、えー。神様は私たちをこの世から救い出すことで、私たちを聖なるものとして特別に区別しているということですね。よって7日目の遊びを守るということは、私たちが自分自身を性別できないことを認め、主なる神様だけが唯一私たちを救い、聖なるものとしてくださっていること。 神様が私たちの人生そのものであることを表すためなのです。多くの人が安息日を守ることは立法主義の人たちがすることで、それは自分自身の力によって天国に入ろうとしていると考えています。けれども、実際は全く反対のことなんですね。えー、人、人間が大なのかの安息日を休むとき、それは神様私の行いはどんなに正しいものであろうとも あなたのの目から見れればことごとごく汚ている衣のようです私のようなものがどんなに頑張って週の7日間働き当社としても天に行く準備ができていないことを知っています。ですから私はあなたにより頼み休みます。神様だけが私を救うことができ、そして私に与えられたこの世での働きを完成することができるからです。 このように神様を認めているんですよねで。神様だけが私たちを救うことができ、性別することができるという感謝の表れです。安息日を守るということは、行いによる救いじゃなくて、恵みによる救いを象徴する大切な救い、あ印なのです。安息日を守ることは、すべてをイエ,スイエス様の御業に委ねることを意味しています。 イエス様による救いに完全に頼ることを表します。しかし、多くのクリスチャンは安息日について混乱しているわけですね。えー、で、ここでもう一つの考えが出てくるんですけど、イエス様がこの世にいらした時に多くの人はこう。安息日を変えたとか、または律法を廃した。廃止したと考えているんです。けれども、そこを少し見ていきましょう。えー、マタイによる福音書の5章17節。 私が立法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく、成就するために来たのである。まあ、この通りなんですけれども、えー、安息日とかそういった立法を廃するために来たんじゃない。えー、それを完成するために来たということです。えっ、ー、と、福音書の時代っていうのは、この立法主義の人たちがですね、 えっと、安息日の掟をたくさん作って、もはや安息日は喜びの日じゃなくて、立法を守る日になってたわけですよ、ね。そうではなくて、本来の安息日、喜びの日を、えっと、イエス様はあの回復させよう、完成させようとして来られたわけですよ、ね。もう一つ、ルカニよの福音書4章の16節。それからお育ちになったナザレに行き、安息日にいつものように街道に入り、聖書を朗読しようとして立たれた。 ここにもこうイエス様が安息日を大事にしていたということが分かる世界が書いてありますね。えー、イエス様は10を守り生活の一部にしていたことは明らかで、私たちも同様に、えー、そうするべきです。えー、しかし、十字架でイエス様が亡くなられた時に廃止になった立法もあるんですよね。えー、それはモーセに与えられた犠牲に関する犠牲、えー、儀式的な立法です。 ののの手紙の2章の14節にこう書いてあります神は私たちを責めて不利に陥れる証書をその規定ものとも塗り消しこれを取り除いて、えー、十字架につけてしまわれたここでいう証書っていうのは安息日を含めた十回のことではなくて、えー、それらを犠牲制度に関することだったんですね。 なぜかっていうとこう犠牲制度っていうものはイエス様が、えー、この世に来るっていう要言であったりその象徴であったりするものでしたなので、えー、イエス様の十字架によってこれらは完成されその儀式というものは必要なくなったということですね10回はまだ存続しますこの際の2章17節にはこれらは来るべきものの影であってその本体はキリストにあると書いてあります 先ほど言いましたけれども、えー、その本体キリスト、犠牲制度とかそういうものは、本体はキリストにあってそれは影であった、なので象徴的なもの、そういうものだったということですね。少し駆け足というか、もうなんか結構頭がパンパンなぐらい喋ってきたんじゃないかなと思うんですけれども、えー、これからあの実際にというか、かなり身近な部分で、えっと、安息日について。 話していきたいなと思います実際安息日って何曜日なんでしょうかこの質問の意図はですねえっと聖書に安息日は大なのかっていうのは書いてあるんですけど今使われてる日曜日とか土曜日とかそういうもので書いてないんですよね、えー、なので えー、本当に土曜日なの、まあ、セムス・レ・アドベンチェスは土曜日を信じていますけれども、日曜日を信じている人もいるじゃないかと。で金曜日を信じている人もいる。一体どれがあの正しいんだということですよね。えー、これを知っていなければ本当の立法を守ることはできないわけですよね。いやルカによる福音書から見ていきましょうか。23章の53節えー、それを取り下ろして天布に、えーくえー、包み、また誰も放ったことのない えー、岩を掘っって作たた墓に収めたこの日は準備の日であって安息日が始まりかけていたとあります、えー、この聖句は、えー、イエス様の死葬り、えー、について書いてありますねで準備の日っていうのは、えー、安息日の前の日第6日目のことですね で、安息日は第7日目のことになります。なので、イエス様は第6日目に、えー、と十字架にかかって死なれて、そして安息日が始まったときに墓に入られたということになります。そして安息日、休んだということですね。す、え、べ、ー、てが終わったと書いてありますけど、イエス様は6日目に十字架上で亡くなられて、 すべ、えー、てが終わったと言って亡くなられたんですけれども、えー、その後安息日に休まれました、えー、イエス様は亡くなられた亡くなられた後安息日に休まれてでそして第1日目に復活なさいましたでその真ん中の、えー、と第7日目安息日に休まれたということから えと前半にあった創造の記念日と、あとは贖いの記念日となります、安息日は。えっ、ー、と、ルカによる福音書には復活の場面、こう書いてありますね。週の初めの日、夜明け前に女たちは用意しておいた香料を携えて墓に行った。ところが石が墓から転がしてあるので、えー、中に入ってみると、主イエスの体が見当たらなかった。 えー、夜明け前にと書いてありますけれども、えー、とそれは、えー、いつになるでしょうか、えーと。一週の一番初めの日の朝として書かれているわけですので、第一日目の朝、日曜日となりますよね。えーまあ、まとめるとこうなります <laughs>、えー。第6日目に準備の日、ここで、えー、十字架上で死なれて、第7日目、えー、土曜日安息日に復活され、えー、あ、違う、えー、とそこでとそこで と墓に入られて休まれて、第1日目の、えー、と日曜日に復活なされたということですね。えーまあ、この順序は大丈夫でしょうか。で、これをちょっと調べてみます。ウェブスター時点。えっ、ー、とさ、先ほど、えっ、ー、と、第7日目が安息日と一致するということは分かったと思いますけれども、じゃあ、第7日目っていうのは何曜日のことを。 さしてていいるのかととうことが、えーとまあ、書いてあります、えー、と日曜日は週の一番初めの日とこの時点には書いてあります。えーと,まあ、ということは第7日目は土曜日ということですね。でさらにカレンダー、まあ、日本では月曜日始まりが結構ありますけれども、えー、と日曜日始まりか月曜日始まりですよね、多分。えー でえっと、またさらにこの時を正確にこの忠実に厳守してきたユダヤ人というのは今でも土曜日を安息日として守っています、えー、けど、まあ、皆さんの中にはもしかしたらカレンダーが間違ってるかもしれない、まあ、このウェブスター時点とか,なんかあの信用ならないと思う方は、まあ、実際いると思います、えー、っといろいろ見ていきますけれども 天文学から見ていきたいんですが、天文学は、えー、とカレンダー上の日付、月とかあとは年とかはいろいろ変化変化してきたんですけれどもじ実、えーと、一方で週のサイクル、1週間のサイクルは今も昔も少しも変わってないということがわかるそうです。であのアメリカの、えー、とあるチームが、えー、と研究をしたそうなんですけれども。 えっと、我々は年表についてクリスチャン時代から今までの専門家や学者によるその数々の研究結果や論文を調査する機会があったがそのうちのたった一つですら週のサイクルの連続性について疑いを示す証拠を発見したことはない、えっと、これは、えっと、イエス様の十字架 イエス様が存在した1世紀から少しも変わってないっていうことを、えー、とアメリカのこのチームが、えー、と発表したということです。なので、この週のサイクルってものが変わってないとすれば、えーと、第7日目が土曜日であって安息日であるということが、えー、と証明されます。<laughs> 他にもありますね。えーと グリ今私たちが使っているのはグレゴリオ歴カレンダー、グレゴリオ歴カレンダーなんですけれども、えっと、イエス様の時代に使われていたユダヤ歴カレンダーと、えっと、こう合わせてみると、比べてみると、えっと、土曜日が一致する、そうですでそしてそのどちらも週の7日目になります。まだまだあります。<laughs> えっと 証拠として、世界100カ国語以上の言葉で、えー、サーバス、まあ、サーバスですね、すなわち7日目の安息日っていうのを意味した言葉が土曜日に使われているということです、えーまあ。例えばヘブライ語ではシャバットであったり、ギリシャ語ではシャパトンとか、えー、と100カ国以上が、えー、と安息日を意味している言葉で、えー、と使われています。 どううでしょうか、えー、とじゃあ仮に安息ここまで説明してきましたけど安息日をこう変えたっていう事実が聖書のどこかに書いてあるんじゃないかと。えー、けどそれを探してもどこにも見つかりません、えー。見つかるどころか逆に安息日を変えていないことが分かってくるんですよね。マタイによる福音書の24章の20節には ああなななたた方のの逃げるのが冬、ままは安息日ににらいいように祈れって書いて書ります。これはイエス様がまだ十字架にかかる前の時に言った言葉ですけれども、えー、イエス様が、えー、と復活したところが安息日もしくはその、えー、十字架が起こった後に安息日が変えられたのであればこの言葉が意味なさないですよね。 安息日ににななならいいようにしなさい安息日が変えられたら、えー、とこの言葉が意味をなさなくなってしまいます、えーと。それだけではないんですよね。イエス様の十字架の後あー安息日は変えられてないっていう証拠が、えー、と80箇所ほど出てきます。えーまあ、弟子たちが安息日を守っていたっていう記述が80箇所ほど書いてあるんですけれども、一個一個見ていきますね。 え使徒行伝の13章の14節えここにも、えー、安息日に街道に入って席に着いたって書いてあります。もしもこの記述が、えーと、このイエス様の十字架の前の記述と違う日を指しているならば、この安息日の補足説明をこのパウロはするべきだったあと思うんですけども、書いてないですよね。首都行伝の13章の42節も同じですね。えーと 次の安息日,日にもこれも同じ話、これと同じ話をしてくれるようにしきりに願ったと。毎週毎週土曜日が変わっていたらこの言葉は成立し,成立しませんね。3つ目ですけど、えー、首都行伝の13章43節44節、えー。そして集会が終わってからも大勢のユダヤ人や新人部会回収者たちがパウロとバル,マバルナバトについてきたので、2人は彼らが引き続き神の恵みと け恵みにとどまっているようにと説き進めた次の安息日にはほとんど全子を挙げて神の言葉を引きに集まってきたこれも今までと同じですけれども安息日にすべ、えー、ての人が集まってきたということですよねこれ全子っていうのはただ、えー、とユダヤ教の人も立法学者の人も、えー、と他の人もすべての人が安息日っていうのはこの日だっていうのを知ってたっていうわけですよねということは えー、変わっていないといなとうことになります、えー、これもそうですね、首、え、都、ー、行での16章13節も、えー、安息について表記があります。これが4つ目かな。はい、でこれですねこれがあ残りの、まあ、70、まあ、80個ぐらいのことなんですけど、パウロは安息日ごとに街道で論じてはエデア人やギリシア人の説得に努めた。 えとまあ、このパウロが、えー、とこの電動旅行、コリントに、えー、と1年半、えー、滞在していたんですけれども、1年半の間に安息日が何回あるかっていうと、まあ、80回ぐらいあるんですよね。なので、パウロも安息日を、えー、毎週毎週しっかり守っていた。えー、そして、その安息日は変わることがないということが分かりますと。えー、どうですかね。 もちろん、あれですよ、えっ、ー、と、日曜日も月曜日も礼拝するときはありました。で、それが、えっ、ー、と、礼拝を捧げているって表記で、えっ、ー、と、聖書に書いていることもありましたけれども、別に1日目も2日目も3日目も4日目も5日目も6日目も礼拝はしていいですよね、別に。けど、7日目が違うのは、それが性別されているか否かということです。 これですね、毎日神様を礼拝することはできるけれどもそれを聖なるものとすることはできませんふ、えーまあ、普段から神様を礼拝することはできますけれども安息日というものはとても特別であ日常業務だったり掃除などの雑用だったり、えー、金銭面とかそういうものを気にしないで、まあ、プロ野球の勝ち負けとかなどに気にしないで えーと土曜日は、えー、と神様だけを思い、えー、共に過ごす日であります。はい、ヨハネの黙示録にはこのように書いてあります。ここに神の戒めを守りイエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。ここでいう神の戒めというものは十戒回ですよね。で十回を守る。 えー、ものは10、えー、回を守り、イエスの信じる、えー、信仰を待ち続ける、えー、生徒の忍耐があると、えー。皆さんは天国でも永遠にこの安息日っていうものが守られるということをご存知でしょうか、えー、イザヤ書の66章22節23節に書いてありますけれども。 読みますね、私が作ろうとする新しい点と新しい地が私の前に長くとどまるようにあなたの子孫とあなたの名は長くとどまると主は言われる新月ごとに安息日ごとにすべての人は間が前に来て礼拝すると主は言われる天国においても毎週の安息日っていうものは行われて神様の溝の前に集まって、えー、共に神様と共に時間を過ごします 天国へ行って守れる、守るのであれば、今から守らない理由なんてのはありませんよね。今からスタートしないといけませんよね、えー。なぜなら、イエス様、神様は私たちを愛しているからです。そして私たちもイエス様、神様を愛したいと思うからですね。安息日こ,とが安息日こそが、目標録に記されたユダヤ人にだけでなく、一部の人にだけでなく、人類にとって、 のの特別なな愛とということになります、まあ、たくさん成功を用いていきましたけれども、大丈夫ですか皆さん、ついてこれてますか私もついていけてないかもしれないですけど、<laughs> えっとこれだけ成功を用いてもですね、やっぱり人間というものは疑うもので、疑う人はいるんじゃないかなと思います。7日のうちどの日選んでもいいんじゃない 心にこう神様を礼拝する気持ちがちゃんとあれば、えー、とそんな細かいこと気にしなくてもいいんじゃないのっていう人もいるかもしれませんね。それは正しいんでしょうか、まあ、この成果を見てみましょうね。信玄の「順章書」人説。人が見て自ら正しいとする道でもその終わりはついに死に至る道となるものがある。どう思いますでしょうか死に至る道、死に連想する言葉といえばやはり えー、立法を破る結果が死ということになりますけれども自分が正しいと思ってもそれが、えー、立法を破ることになってしまっているそしてそれは死に至る道であるとえっ、ー、とこれには例がありますけれども、えー、皆さんご存知エデンの園ですねアダムとエバの堕落はここから始まっていきました、えー、と蛇に誘惑された時に、えー エヴァは最初、まあ、今週の教科でもありましたけれどもえっ、ー、とイエス様に頼ることもせず、えー、自分の思いであ食べていいだろうと自分で判断してしまって食べてしまったとこれは結果的に死を招くことになりましたでそしてアダムもそのエヴァを思うがゆえに神様がどうにかしてくれるっていうことを忘れてしまって自分の判断で罪を犯してしまったわけですよね えー、このことっていうのはサタンの思惑、まあ、自分の考えの通りに生きていいんだよっていう一見良さそうで、けど裏側には死が隠れているといった間違った教えとなっています。えー、皆さん、ここは気をつけたいなというところです。救いの主こそが私たちの規則、そして戒、えー、めでありますで。もし神様が火曜日が安息日だと最初に言ったのであれば、 えー、私はそれを守りますし、えー、そうあるべきです、まあ。曜日は関係ないですあ。もちろん今土曜日を神様守ってねって聖書に言っているのは土曜日ですよ、えー。それはもちろん私の都合に合うかどうかでもなくて、神様がそうしなさいっていうのであれば、そうあるべきです。で神様の発した言葉一つ一つに忠実に従うかどうかっていうところですね。はいえー、でまだそれでも、えー、 信じない人っているのかなって思うんですけど、えっと、まあ、いつ礼拝しようといいんじゃないってまだ思う人がいれば、この聖句を送りたいなと思います。しかし、主よあなたは近くいらせられます。あなたのものものの戒めは、まことです。戒めがまこと。あなたのものものの戒めは、まことていうことであれば、戒めを破るってことはまもこ、まことじゃないっていうことですよね。あ土曜日に安息日を守りましょうっていうのであれば、それはまことなわけです。 なのであれば、戒、えー、めを守る、安息日を守るべきではないでしょうか。えっと、安息日っていうものは、まああの、私たちの頭の中にあるのは、日曜礼拝とかがあの結構ありますけれども、勘違いされやすいものであります。で、最近は未だかつてなかったほどたくさんの人々が聖書について学んで、まあ、コロナとかいろいろありますからね。えー えー、学んでいますでそして安息日における神様の愛と真実そして祝福を発見し始めていますそしてキリストの愛が多くのキュクリスチャンの心を動かして金曜の夕方から土曜の日没まで働くことはできません、えー、主が私たちに与えられた神聖な日であるからって仕事先の人に言える,と言えるようになるといいですね えー、主の愛が一人一人に、えー、全てのことにおいて主に従うことを決心するに至るまでに導いてくださいます。安息日は24時間ずっと、えー、神様と過ごすことのできる特別な聖なる時間です。神様はこの時を心待ちにしながら準備してくださっています。素晴らしい祝福ですよね。えー、終わるにあたって皆さんに覚えておいてほしいことがあります。それは私たちを救ってくださるお方は。 私,を私,を私たちを作ってくださった方でもあるということ、そしてその方はその事実を私たち人間に記憶していてもらいたいと思っています。えー、これを聞いてくださっている何人の方がイエス・キリストを愛し、えー、彼に喜ばれるものとなりたいと望んでいるでしょうか。えー、ヨハネによる福音書の十四書15節。 えー、もしあなた方が私を愛するならば私の戒めを守るべきである。えー、一つ証しをしたいんですけれども私あの教員になりたくて、えー、大学に入ったんですが、えーとまあ、もちろん僕はあの、うん、ずっと安息日を守ってきたので大学でも守ろうと思って土曜日受験も、えー、せず、えー、と授業もしっかり調べて土曜日に入らない学科を選んで入ったんですが。 教職のの授業っていうのはなかなかななな情報が来ないんですよねなので入ってから知ったんですけどもう1つだけ唯一1つだけ1回だけの授業なんですけど土曜日に毎年毎年入ってる授業があったんです。であのまあどうしようかなというかまあ出ないのは当たり前自分の中で当たり前だからあーまあ出れなかったらしょうがないなと思いながら事務室に相談しに行ったんですね。であのまあ 僕はクリスチャンで安息日守らなきゃいけないので守りたいと思ってるのでって言ったらどうか分かんないですけど、えー、とそれで、えーとまあ、いろいろ相談しに行ったんですねでその時に質問されたのが、えー、とこれちょっと難しいですけど解決できなかったらどうするんですか土曜日そのまま受けなさいって言われたらどうするんですかって聞かれた時に、えー、とまあそれは教員を諦めるしかないですねって言ったことを覚えています まあ結構辛いですよね。僕も中学校からずっと教員になりたいって思ってやってたんですけど、まあ、ここで立たれるかって思ったこともありました。けどですね、えっと、祈って、祈ってきましたら、今年、えー、コロナウイルスの、まあ、おかげでって言ったらあれなんですけど、えー、のせいで、えっと、4年生、僕今4年生なんですが、の人はあの、レポートだけで大丈夫、授業に出るなと。 ということで、えっ、ー、と、安息日にその授業出なくて、教員免許、えー、まあ、しっかり授業を受けてれば、あの、まあ、そのレポートだけでいいよっていうことになりました。本当に祝福ですよね。えっ、ー、と、まあ、いろいろ苦しい思いもしました。友達にもなんかいろいろ話したりしたので、結構つらかったなと思う時もあったんですけど、しかし、それも全部すべて知っていてくださって、神様は、えっ、ー、と、教員への道っていうものを開いてくださったなと。 持っています安息日を守るということは喜び、証しにもなるんですよね。どうでしょうか、皆さん、安息日を守ってみたい、守りたいと思いませんか、はいえー、もしかしたら、この中に生涯ずっと日曜礼拝してきたという人もいるかもしれません。えー、土曜日礼拝してても、えー、毎週毎週は行けてない、時々行けてないっていう方もいるかもしれません。けど今夜、神様はきっとあなたを、えー 土曜日毎週毎週私と私と共に過ごしてよ過ごそうよって次の段階へと歩むことを進めているんじゃないかなと思います、えー、より一歩神様に近づけるステップを歩んでいきましょう、えー、安息日は1週間のうちで創造主である神様と過ごす最も楽しい日となっています サタンにこの幸せに過ごす時間という祝福を奪われないように気をつけましょう。多くの人が即日を守る決心をしてきました。そして私もそうですけれども、そのことを少しも後悔していません。えー、終わりにあたり、私は皆さんに今すぐこれを決心しろとは無理強いはしません、えー。できませんし、えー、神様もそう望んでいません、えー。少し時間もかかるかもしれませんし、 えー、理解に落とさなきゃいけない今日はもうずらずらと結構知識を、えー、話してきましたので理解する必要もあります、えー、それは全然問題ないですね、えー、すぐに受け入れることも、えー、ありません、えー、祈って自分自身で勉強して理解する必要がありますでも今ここで今夜ここで神様が私たちを導いてくださることを信じ全てを任せることはできます 真実が語りかけるままにそしてイエス様により良い人生に変えてもらえるようにしましょう神様の与える休息を受け入れましょうそして安息日の死を受け入れましょう神様は束縛しませんが素晴らしい愛でいつでもあなたを待っています それでは皆さんで決意の賛美歌「s o n g オ o f h o p e 128番の「今こそキリストの愛に応えて」を賛美したいと思います。私が神のこと

Good. 田健次郎さんにおお祈祈りりをししていただきますお祈りしますす天の父なる神様、初めの祈りに応えてくださり、えー、最後までこの集会を、えー、守り支え、導いてくださったことを感謝いたします。今日ね、あなたの真理を受け取った人が、えー、います。どうぞ、ね、この真理を、えー、しっかりと受け止めて。 あなたについていく決心をすることができますようにまた今日は束縛しないあ愛ということで満足、まあ、日について学んできましたけれども、えー、どうぞ、えー、毎週毎週の土曜日あなたとのき交わりの時ということを、えー、頭に入れて、えー、あなたのことを思い、えー、守っていくことができますようにまたあなたの束縛しない愛を感謝します。 暗い夜の間も守りささめ、導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン えー、明日は今日と同じ午後6時から夢でも幻でもない平和という題でメディーナ・ジョナさんにお話をしていただきますお時間ある方はぜひお越しください、えー、今日も講演会が無事に守られたことを感謝します以上で今日の講演会は終わりますありがとうございましたまた明日お会いしましょう